じゃあ、しかも今のも何だったんだろう。まあいいや。配信。はい。じゃあ、これから始まります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。梅チャンネル、本日はですね、人間だからこそできる仕事とはというテーマで、IT コンサルタントの木村忍さんを迎えて進めていきたいと思います。木村さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まだこれ、まっすぐの位置が私、慣れなくて、すいません、いろいろ移動しちゃうんですけど、こんな感じかな？こんな感じでやればいいんですかね？よし、これでいきましょう。これだとここかな？はい。はい。で、梅チャンネルはですね、私、松原美里が、子供とか保育に関わる切り口から、子供を取り巻く社会がより良くなっていったらいいなというところで、保育士さんや、あるいは保護者や、子供に関わるいろんな人の切り口を、媒体となってお伝えをしていくっていう番組になります。で、今回のテーマは、なんか子どもたちが今目の前ですくすく育ってる子どもたちなんですけれども、20年後とか30年後に大人になっていって、で、社会の中で働くようになった時に、もしかすると今ある子どもたちがなりたい職業のベスト10とか、あるいはそれには入らなくてもこういう仕事につけたらいいなって思うようなお仕事が、もしかすると今後なくなっていってしまうかもしれないと。はい。そういうお話を私も聞きまして、で、じゃあどんなお仕事が残っていくのか、もう今すでになんか農業も、何でしたっけ、キャベツの形をたくさん農場に行って、キャベツキャベツキャベツっていうのを機械が覚えていくと、機械の中でキャベツがいい形になってるのを見つけたら、自動的にこう収穫ができるようなものができてきてるっていうお話もちょっと聞いていまして。で、そうすると人がやらなきゃいけないお仕事と、人じゃなくてもいいお仕事っていうのがどんどん出てくるなと。で、じゃあこの人たち、子供たちが大きくなった時に本当に必要なお仕事って何なんだろうなと。で、またもしかしたら人じゃなくって機械に変わってっちゃった時に、逆にあぶれちゃう人も出てくるんじゃないのかなっていうのもちょっと心配をしてるんですね。で、保育の現場で人の基礎を作っている私たちからすると、どんな大人になるような子どもの力を育んでいけると、子どもたちは未来に向かって伸びていけるんだろうかということで、いろんな人が今研究をしている中で、認知能力と非認知能力っていうお話が出てきてまして、で、認知能力っていうのは割と子どもたちに伝えるのに分かりやすい概念、数だったり漢字だったり、これができるとこうなるよっていうのが認知できる能力として、小学校でもよく宿題だったり勉強の中で出てくるのっていうのは認知能力に関わるものが多いと思うんですけれども、非認知能力っていうところがもしかするとこの後の鍵になるのかなと思ってるんですね。で、それは何かというと、例えば人を思いやる気持ちだったり、あるいはその人と人との心のやり取りの部分に関わることだったり、あとは何か物事に集中していくような、こう没頭する力だったり、集中力だったり、何かこう仕組みを作っていくようなところだったり、遊びの中からルールを見つけていくとか、なんかそういうようなところを集中的に伸ばしていくことが大事なんじゃないだろうかっていうお話が今出てきてるんですよね。で、その辺を話を頭の片隅に置きながら、この間島根に行った時に木村さんと、ね、いろんな IT の切り口から、人間がやる仕事と機械がやる仕事で、介護の世界の中でもなんかいろいろと機械に代替してもらえることも出てきてるんじゃないかっていうお話があって、で、私の中では介護や保育や、あと教育の一部は人だからこそできるお仕事だと思っていたので、これはなくならないと思っていたんですよ。なんですけども、この中でも、もしも介護であってもパターン化されるようなものは機械に変わることができるんじゃないかっていうようなお話を聞いた時に、もっとその辺詳しく聞いてみたいなと。で、どんな力だったら子どもたちがこれから先に生きていく時に力になる糧になるんだろうかって、その辺も伺いたいなと思って、ぜひIT コンサルタントであり、かつ今4人のお子さんを
育ててらっしゃり、かつ PTA 会長さん4年間やってらっしゃるということで、そんな木村さんにお話を聞く機会を今日は設けてみたいなと思いました。はい、そんなわけで木村さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、簡単に今私の方で木村さんのご紹介をさせていただいたんですけれども、もしよろしければ木村さんから、はい、自己紹介などいただければと思うのですが。そうですね、はい、私今42歳なんですけども、はい、最初に高校を卒業して、はい、で島根県で生まれたんですけど、はい、高校卒業してすぐに茨城県で就職、茨城県に就職して、はい、茨城で、それから転勤族で十何年間県外をずっと回ってたんですけども、はい、10年前に島根に U ターンで帰ってきて、はい、でそこで子供が小学校に入るとか中学校に進むとかっていう中で、はい、PTA 会長とかいうようなことをしながら、はい、田舎で子育てをするということでやっている中ですね、はい、地域の活動にそれなりにこう顔を出すようにしていたら、はい、会社勤めじゃなくてちょっと自分で やりませんかという誘いをいくつか受けたので。あ、そういう流れだったんですね。ですね、はい、で去年から個人事業主ということで、はい、IT コンサルタントを始めたというところが経緯でございます。なるほど。IT コンサルタントって何をするお仕事なんですか？そうですね、IT コンサルタントというか IT に関することで皆さんに、はい、アドバイスとかですね、はい、それから分析を、皆さんのどういうふうに使われたらいいかみたいなことを分析するんですけど。おお、なるほど、はい、だけどですね、絶対IT って広すぎて、広い、はい、皆さんじゃあそれで何があって言った時にわからないことがあまりにも多いので。確かにありますね。ですよね、はい、だから大体ですね、結局 IT じゃないみたいな答えになることも結構あるんですよ、はい、そうなんですか。はいはい、そんなにしなきゃいけないこともっとあるよねとか、へえ、はい、から初めから何でもてんこ盛りなことをしようとして、はい、ものすごいお金をかけたのに、はい、実際やってみたらそんなでもなかったみたいなことで、苦しまれる方も結構おられるんですよね。あ、そうなんですね、はい、なんでそういったこう失敗をなるべく少なくする、はい、IT の活用というか導入の方法をサポートするようなことを心がけてるところです。なんか整理をするっていう感じなんでしょうかね。そうですね、皆さんIT 導入前って、はい、あんなことも自動でできたら、こんなことも自動でできたらってこういろいろ想像されるんですけど。あ、確かに、はい、ただですね、物事って変わるとですね、仕事の仕方自体も変わるんですよ、はい、だからそういったものを導入する前にやっていた仕事を想定して自動化しようとするとですね、はい、導入した直後にこう仕事の仕方が少し変わってくるとかいうことは結構あるんですよ。へー、そしたらもともとそういうことのために入れたのに、いざ入れてみたらそうしなくなっちゃったみたいなこともあったりして。へー、そうなんですか。ですね、なんて言ったらいいのかあれですけどね、はい、まあ、そういうことがまあまああると、はい、ということで、うん、そういう失敗、こう何だろう、変わる手前のところまでの機能を作って、うーん、で、うん、まず導入すると、はい、でそれが終わって、はい、仕事の形が少しこなれてきたところで次のステップに行きましょうみたいな。あ、そういう提案をされるんですね。そうですね、心がけるようにしています。なるほど、ありがとうございます。ません。そうか、じゃあそんな木村さんに、はい、今まさに気になっていることをどんどん聞いていきたいなと思うんですけれども、今社会にあるお仕事の中で、なんかオックスフォードの大学の研究で10年後には6割でしたっけ、5割でしたっけね、仕事がなくなるっていう、はい、お話があったんですけど、実際に機械に変わっていくであろうお仕事っていうのはどんなものがありえるんでしょうか。なんかもう全然想像ができないので。そうですよね、はい、まずそのこれから変わっていくものを考える前に、はい、過去あったのに今なくなっちゃった仕事みたいなのを少し考えてみると、お、
紐解く助けになるのかなというふうには思うんですけど、過去あったのに今はないお仕事、例えば昔は、はい、電話をつなぐのにも、はい、その交換手っていうのがいて、ははそれぞれこう誰々さんのところにつないでくださいと言われたらつなぐっていう仕事が普通にあったわけです。なるほど。ただ今それもないですよね、そんな仕事。私も実は交換手さんにあんまりお世話になった体験がなく。そうですよね、僕らが生まれた時すでになかったので、私らすでにそうですよね。はい、はい、それからそうか、例えば車を組み立てる、はい、例えば部品が流れてきてみんな手で人が組み立てていたかもしれないけれど、はい、今多分工場行っても、はい、その仕事の大半はロボットがやってる。確かにそうですよね。ですよね。あれ人間やったのか。あ、そうそうそう、昔は、はい、当然昔は人間が大変でしたね。そうですよね。だからもっと言うと、例えば、はい、スイカとかが導入されることによって、はい、切符を切る人っていうのはいなくなって。いましたね、そういえば。ですよね。だから今の子供たちが切符を切るっていう意味がわからないですよね。まあ、切符って昔はなんだろう、ハサミみたいなのでやったのが、貯金貯金途中からスタンプに変わりますよね。ああ、でも切符切るって言いますもんね、私たち。そうでしょうね。確かに。はいはい。ただもう、はい、それすらないですよね。あ、本当ですね。はい。で、そういうことを考えると、これからなくなるであろう仕事っていうのは、はい、同じことを繰り返す仕事は確実になくなっていく。同じことを繰り返す仕事は確実になくなっていく。はい、ですね。何だろう、同じこと繰り返すの。同じことを繰り返す仕事って、まあ、何があるかなと思うと、例えば今じゃ考えられないかもしれないですけど、はい、レジ。あー、レジ。でもレジ打ちのなんか自動レジが出てきましたね、そういえば。そうですね、自動レジが出てきたと思うんですけど、はい、多分ああいう自動レジもそのうちなくなる可能性があると思う。あれもなくなるんですか。そうですね、どこ行っちゃうんですか。アメリカとかでちょっと、はい、まだテストの段階ではあるんですけど、はい、カバンの中にどんどん荷物を、荷物じゃない、商品を入れていって、はい、そのままゲートを通過すれば、自動的にその財布っていうか携帯みたいなところからその買ったものの金額が引き落とされる。もはやピンもしなくていいってことですか。あ、もちろんもちろんもちろん、はい、通過するだけです。万引きのあれと一緒ですね。万引きもしようがないですよね。万引きの人がよくタグがついてるのに持ってっちゃってブーってなっちゃうのあるじゃないですか。あ、そうそう、ありますね。はい、あれが、はい、だからタグを、なんでしょう、タグがもうそのまま金額が分かるんで、はい、別にそこで引き止めたりしなくても、通過してもらったらお金が請求されるって話ですね。万引きもできないんですかね、じゃあ。多分。あら、逆に登録してない人は入れないかもしれない。そう、買えなくなるような時代が来るんじゃないかなと。なるほど。はい。で、まあ、当然、今ちょっとずつ出てますけど、例えば車の交通整理をする人、はい、ある時間になったら人を止めてっていうのももうどんどん機械化されていって、簡易の信号機でできるようになってますよね。ああ、ありましたね、確かに。そうか。ですよね。まあ、それはだいぶ前からですけど、時間差で、まだ、はい、そうそう、人が残ってはいるんですが、あれもそのうち多分人件費が高くなってくれば。なるほど。はい、とか人不足なので、はい、そういうことに人を割いてられなくなりますよね。そうですよね。労働者人口がどんどん減ってくるから、そこで減った人でも成り立つように機械が使われてるんですよね。と思います。機械はお助けなんですよね、きっと。そう、絶対そうあるべきだと思うんですよ。お助けであるべきですよね。はい、おー、そうか。はい、でもなんか義務教育だと、お助けになる人間が出にくいっすね。あ、本当そうなんですよ。確率化されてしまうと大変なことになるん で、ね、で答えが1個ですもんね。そうですね。だから例えば、はい、これからなくなるであろう仕事を、はい、転職だって思ってる人は、はい、大変なことになると思いますけど、ね、だいぶ辛いですよね。そうですよね。どうするんだろう。そういうののためによく、はい、
言われるのが、はい、この最近の世の中で一番大切なのは変化に順応して対応できる力とかです。お、変化に順応して対応ができる力ですね。だから、はい、ルールは従う側ではなくて、はい、来る側になるとか、ルールを作る側になるですね。かっこいい。そうですよね。ねえ、かっこいいですよね。ルールを、何でしたっけ、ルールを壊せみたいなね、CM のなんかそういう文句ありましたけども、壊すとかいう次元じゃなくて作んないといけないんですね。そうなんですよね。あるものを壊すとかよりも改善していく方向で、はい、改善していく方向で、考えていかないといけないので。なるほど。社会が大きく変わっていかないといけないってことですよね。そうですよね。でついていける人だけが生き残れる、はい。ついていけない気がするんですけど、私。え、大丈夫ですか？どうしたらいいんですかね。ちょっと危ないな。いやいや、そんなことないですよ。大丈夫かな。え、ちなみに、うん、他にも機械に変わってきそうな仕事ってあるんですかね。他に機械が変わって、まあ、はい、まだまだ実現されてないですけど、車の運転は必要なくなりますよね、そのうち。自動運転が。そうですよね。で、自動運転が進むと当然タクシーの運転手さんとかちょっと困りますよね。あ、タクシーの運転手さんいらなくなりますね。そうですよね。あ、で、もっと言うと、はい、車を運転する必要がなくなるので、はい、車を持つ必要がなくなりますよね。何ですか、どういうことですか。車は勝手にインフラとして人を運ぶために自動化されてしまうので、はい、所持しなくても良くなるんですかと思われますけどね。だから運転というもの自体がなくなる、はい。なんかよく分かんなかったんですけど、今私運転手さんがいなくなるっていうところで、はい、代行運転っていうシステムもなくなるんだろうなって思ったんですよ。でもそれよりもさらに運転する人がいらなくなるので。でも私ジープ乗りたいんですけど。ああ、だからそういうのは、はい、昔人が、はいはい、走るのは人は、はい、未来はなんだろう、趣味で走るようになるみたいなことを言って、そんなわけないじゃないとかって言われてるのに、現代走るっていうこと自体がほぼ趣味でしか走らないんですよね。いやー、そういうことか。と一緒で、運転がそのうち趣味で運転っていうことになるわけですね。趣味なんだ、運転するの。そうそうそう。なので、そう考えると駐車場っていう概念がなくなりますよね。ちょっと待ってください。車を所持する必要がなくなると、はい、車が今までこう運んでくれていた人たちとかは、その社会の公共のものになるってことですか、車が。例えばじゃないかなと、予想ですよ。予想ですけどね。はい、はい、その方が効率よくなるっていうことになれば、例えば人が運転するから事故が起きるんですとか、はい、っていうふうになって、本当に自動運転っていう技術が確立していけば、はい、そこに関連してきた作業というか仕事っていうのはなくなっていきますよね。ちょっとぶっ飛んでるなと思って。そうですね、すいません。そうですね、でもそうか、そんな感じになるのかと若干思われますけどね。そうか、まあ、当然遠い未来の話だとは思いますけど、一個のものがなくなることによってその付随してたものもビジネスが成り立たなくなるっていうのは確かにそうですよね。ですよね。土地を所有してる人はどうやって生かすんでしょうね、そしたら。多分、はい、ちょっと僕も予想でしかないですけど、はい、他の使い方が必要になってくるとは思いますけどね。今駐車場でね、収益得てる人とかいますけどね。そうですね、はい、突然それがいらなくなることは当然ないとは思うんですけど、はい、何かしら、だって大体こう家が余ってますよね、どんどん余ってますね。人が減ってきてるので、はい、そうすると多分今度はその何でしょう、家はだんだん朽ちてくるので、はい、しばらくするとそういう朽ちていく家を壊す仕事みたいなのが新しい仕事で出てくると思うんですよ。ほほー。だから今ある仕事がなくなる、例えば自動化されてなくなる代わりに、はい、今ない仕事が新しくできると思うんですよね。社会のニーズに合わせて、そう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 、社会で必要なことが仕事として上がってくるっていう、浮上してくるっていう。そうそうですね。はあ、なるほど。だからそういう変化に対応できる人は、はい、新しい仕事をしていけないけど、はは、今ある仕事を、まあ、
いろんな仕事があるので絶対なくなるとは限らないですけど、繰り返ししかしない仕事、はい、特にその人間でなくてもいいんじゃないと誰かが思うような仕事は、はい、なくなる可能性がありますよね。おお、なんてこと。そうか、じゃあもしかしたら早食いのうどん屋さんとか、なんかあとこうファーストフードのレジとかも、うん、ああいうマニュアル対応するんだったら人じゃなくてもいいってことですかね。うん、料理屋さんは若干、はい、なんともわからないですけどね。なんでかというとこう出さないと、はい、な自分でやりたくないから人にやってもらうっていうのは、ああ、ファーストフードに関してはありなのかもしれないな。ファーストフード自分でもらいに行って、うん、で自分で席に着くじゃないですか。はいはいはい。で例えばレジに立ってるお姉さんがセットがいかがですかとか、ポテトも一緒にいかがですかとかっていうふうに言うじゃないですか。でもああいうのも全部機械でピッ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 って押すだけで良くなってったら、うん、もうそのレジには並ぶのかな、そもそも。そうですね、分かんないですね。テーブルに座ってピッピッって押して、で運ばれてきたものをひたすら食べるとか、まあいう世界もあるのかな。そうですね、あ、来るかもしれないですね。来るかもしれないですね。そうですよね。なんかわびしいですね。わびしいですよね。で多分そのわびしいと思う人たちが、はい、そういう仕事を若干残すと思うんですよ。人じゃなきゃいけないっていうような、そういうホスピタリティを求めるような飲食業とか、そういうものはそれはそれでやっぱり淘汰されながらも残っていくのかもしれないじゃないかなと思いますね。そうすると今もすでにありますけど、はい、自動化されてるところは安くて人がやると高いみたいなのがあります、はい、あ、確かにありますね。それは結局そういう住み分けが発生してくると思います。あ、確かに。まあ、昔の人口が増えていく時にこの今の技術が入ってくると、はい、大変なことになったかもしれないけど、そうか、今人が減ってるので逆ですもんね。まあ、求められる未来になっていくのかなというふうに思いますけどね。なるほど。大体、うん、今僕たちが想像できるものってやっぱ限られてると思うんですよ。はい。それはなぜかというと、例えば僕が小学生の頃とか中学生の頃、はい、今みたいな生活できるなんて全く想像もしなかったので。そうですよね。ポケベルとかね、高校の頃、ね、ブルブルしてキャハとか思ってたのにね。ですよね。これですからね。街中にあったのに。そうですよね。探しても見つからないですからね。見つからないですよね。電話代っていう概念もね、こうやってフェイスタイムだって無料ですしね。ですよね。ニューストリームも無料でやってるわけですしね。テレビ電話なんて昔考えられなかったじゃないですか。本当ですよね。それがことですからね。すごいことですよね、これ。大体自分がテレホンカードを持たない生活をするなんて想像できなかったですからね。テレホンカード流行りましたもんね。ですよね。南野陽子のテレホンカード持ってましたよ。あ、僕ドラゴンクエストのテレホンカード。ドラクエでした。懐かしいですね。そう、景品とかが普通にテレホンカードでしたからね。ああ、そうですよね。そんなことで誰も欲しがらないんですよね。むしろレア物になってね、そういう収集家が欲しがるぐらいになっちゃいましたよね。ですよね。使えないですけどね、もう。確かに。あ、ね、ないですよね。もしかしてでも電話機では使えるんですか？どこで使えるんでしょうね。電話機自体に出会えないですからね、最近。確かに。家の電話持ってた、そうそう、そういう意味で、はい、家の電話持ってない人多いじゃない。そうなんですよ。ああ、昔は電話の権利がね、はい、取引してそれが商品だった人たちもいますよね。そうですよね、確かに確かに。ああ、それを管理するっていうことで仕事になってたりしたと思うんですよ。はい。だけどもうそれ成り立たないですよね。成り立たないですよね、確かに。ですよね。だからそれは仕事がなくなっていった一年だ。そうですよね。そうか、なんかそういうところに付随していくと、そのお家に電話がかかってこないので、若手の職員さんとか新人さんが新人で研修で入ってきた時にみんな驚かれるのが、会社とか保育園の電話に出たことがないっていうね。なのでこう、はい、もしもし何々保育園ですとか、
いうふうな受け答えができない。もうやっぱり自分ですぐこうやって電話で喋ってしまうので、もしもし私だけどっていうような形で出る習慣がついているので、お客様とお電話でお話しするのにすごく抵抗があるっていうお話を聞いて、練習だよって言いながらもう時代の流れをすごい感じて、そうか、こういうのも練習しなきゃいけないんだなみたいに思ったんですけどね。そうで確かすに。ね。そういう弊害っていうのは、はい。知らず知らずとやってきていて、そうなんですよね。で、例えばなんですけど、子供の頃にですね、はい。私たちは電話をするときに、例えば好きな人に電話しようと思ったら、はい。相手の家に電話しなきゃいけなかったわけじゃないですそうか。ですよ そうね。するとドキドキして誰が出るんだろうとかっていう。お父さん出たみたいな感じですよね。全然そんな心配なく電話をかけれるわけですよね。そうですよね。ただ、ただ。子供の時はそれでいいかもしれないですけど、はい。社会に出た途端に、そのお父さんたちと電話をしなきゃいけない機会が、お父さんと同じ年代の人たちと電話をしなきゃいけない機そう会ながん突で然やっすてくよるわけです。ね。取引先とか、そういうで、形で。子供たちは、自はい。分たちのルールだと思って、自分たちの知ってるその小さな社会をルールだと思って、そうなんですよね。で適合できなくなってしまう。タメ語使っちゃったりですとかね。そうですよね。いいんだか悪いんだかっていう、このちっちゃなね、世界になって、それが便利になったがゆえに生じる弊害っていう部分もありますよね。じゃあそれを誰が教えるんですかという話ですよね。そこですよね。もうそれそはこは、本当に就職した先で一からきっちりと教えてあげるのかなというふうには思ってますけれども、でもそういう機会に恵まれない人も中にもいるので。例えば親さんでそういうのを知るのが難しいんであれば、はい。何でしょう、そういったものを含めて子供に教えるような必要なのかもしれないと思ったりします。どういうなんかリテラシー教育とかそういうのですか？ですね、例えばちょっとこの間、ちょうど昨日、はい。市の PTA 連合会の理事会があって、はい。話に出てたんですけど、はい。例えばお子さん、学校の先生が預かったお子さんを、はい。画一的に教えようとされたときに、はい。例えば、いいことかどうか分かんないですけど、先に進める子が、授業中に、自分が先に勉強していく子がいたときに、その子をどう扱うんだろうかみたいな議論があったり、ちゃんとそれはどんどんやっていいよって教えるのか、まだみんなやってないから待ってねって言われるのか、どうなんだろうとか、なるほど。さっきも言ったようにルールは自分で作るのがこれから大切になってくると思われるんですけど、確かに。多分学校では自分でルールを作ることを教えようとしても多分止められるんじゃないかな。扱いにくいっていうふうに思われてしまう可能性がありますよね。教育者は、そういうルールを変える考え方で、ルールを変えるような考え方を教えつつ、教室としてまとめるような、そういう違う今までにないようなのを教えないといけなくなってくると思うんですよ。難しいとこですね。ですよね。ルールを変えることを教えながら、なんておっしゃいましたっけ、今。ルールに従う教ルールに室従をう作っ教てい室かを作る。それ、教師に求められる能力ってことですかね。と思いますけどね。もおー、しすごそういい。う未来に役立つ子供を育てようという話になればですね。ということは、これは、そうか、これ3番目に飛ぶんですけども、問いすいの。ません。今、保育者とか教育者たちは、子どものどんな力を育んでいくことが大事なのかっていう、でそのためにどんなあり方を、ね、どんなあり方で関わったらいいのかってとこですよそうですよね。で、ね。僕らの年代って、多少ルールを破ることが、かっこいいとか言われる時代に生きてたじゃないですか。お先なので、ですね。今で言えば、そんなことしたら一発で学校を追い出されちゃうよみたいなことを結構昔の人はやりながら、40代、50代にそういう人たちがいるわけですよね。そこにルールを従うことしかできない人が入ってくると、壊されちゃうというか、もう価値観
またそのルールを破りつつ、そのルールに従いつつっていう、そのさじ加減がうまくいけるような、ルールを破りつつルールに従いつつ、何でしょうそれ。例えば難しいですけどね。例えばですけど、はい、ごめんなさいね、ちょっともしかすると話が脱線してるのかもしれないんですが、はい、誰かが困っているっていうことがあった時に、はい、今までそのことに対して誰も何もしてこなかったんで私もしませんと、あいうふうに言うのか、誰かが困ってるのでならこう変えていきましょうという考え方ができるかとか。なるほど。そのいじめとかのお話にも通じると思うんですけど。通じると思いますね。例えばクラスのみんなが見て見ないふりをしていじめていたとしても、自分はそれはおかしいと思ったら自分の倫理の中で本人に関わっていくってことを選択することもできるわけですよね。そうですね。うん、ただその時に、はい、自分一人でそういう、まあ、多くのものに対処しようとすると、はい、多分自分も潰されちゃうので。なるほど。そうじゃなくて周りを全部含めて変えていくような力っていうのは、はい、学生時代身につければ世の中に出て、世の中にもそんな人たくさんいるので、はい、これこの間私もいじめのそういう研究をされてる方の授業を受けてきた時に、傍観者を育てるのが一番の近道だっていう、傍観者の意識を変えていくことは一番、そのやっぱり傍観してただ見ているだけっていうふうになってても、それはその時点ですでにいじめに入っている。あ、そう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 。なのでそうじゃなくて、傍観してるっていうこと自体が実はもう罪だよって。そうじゃなくて、あなたたちが一番力を持っていて、あなたたちがどんなアクションを起こしていくかによってそれを止めることもできるし、それを変えていくこともできるけれども、スルーすることで加害者になっていくこともできるっていう、そこを教育していくっていうのも一つ大事なことですよねっていうお話があったんですよね。それをすごく思い出しましたね。うん、例えばなんですけど、私 IT コンサルタントなので、はい、同じことを IT 化という観点で話をさせていただくと、はい、そのいじめっていうことは、まあ、当然分かりやすいことなんですが、はい、人って長らくやっている作業があると、はい、それに従うそこの変化を嫌うことがあるわけですよ。あ、例えば変化を嫌う、毎日ある書類を手で、はい、ある一部分必ずここは手でやるっていうルールが昔の人が作って、なるほど、ずっとそれを何十年とやってきた人に、はい、でそこは IT の力でって言って、はい、変えると最初大体皆さん困るとか、いや、あれができなくてダメだとか、その反対意見を言ったりされるんですよね。はい、だけど本当にいいものは何だとか、うん、本当にあるべきは何だっていうのをちゃんと考える、はい、と例えばいじめだと、その傍観してた方がいいよねって思うじゃないですか。あ、関わると自分が傷つくよねとか思うと。なるほど。だけどそういったなんだろう、より良い本質を見る目とか、はい、変えることに対する抵抗が少ないっていうか、を養うっていうのはすごく大切なこととか、生き残るために必要ですよね。そう、それができなかったら日本もあっという間にいろいろと仕事がなくなっていくのかなと思いますけどね。そうですよね。子供に必要になる能力っていうところで言うと、これ2番目の問いだったんですけども、まさに、はい、その変化を受け入れながら自分で考えて選択していく能力ってことですかね。変化を受け入れて、その社会も変わっていきますし、子どもたちの周りの環境も変わっていきますし、その中で変わってるってことを受け入れるという、まあ、情報収集能力なのかもしれませんし、あとその怖さみたいなものが人間って変化に対してあるような気がするんですけどね。この怖さとか変化への抵抗みたいなところをどういうふうにお付き合いしていくと受け入れて折り合いつけていけるようになるんでしょうね。そうですね、はい、実は僕子供の頃結構、はい、アウトローっていうか、その人と一緒が嫌だって言って自分一人で勝手にいろいろやると、はい、簡単ですよね。子供の頃って仲間外れになったりとか。ああ、なるほど。
思うんですよ。で、僕自身も何度かそれに近しいことを経験してるんですが、はい、今思うと、はい、やりたいことをしようかなと思ったらまず仲間を作る。おその人が一人でできることって限られてるじゃないですか。確かに確かに、うん、でむしろその大人数に一人で立ち向かうより半々の勢力になってからやる方が楽だとか。なるほど。それはありますよね。ありますよね。確かに確かに、まあ、そうすると求められるのはその相手に同感だから同意を得る能力とか、はあ、コミュニケーション能力っていう言い方をする人もいますけど、相手に同感したり共感したりしてもらって、はい、自分側に引き寄せる。あ、仲間を作っていく能力というふうにも言いますけどね。でそういう意味であのプレゼンテーションとかですね、はい、だからあの揺るがないこうディベート能力とかですね。なるほど。そういうところ大事ですね。確かにじゃないかなと思いますね。なんか脱線してますかね、話が。大丈夫です。なんか今コンコンと音が聞こえたの。大丈夫です。はい。でもそういうことを、うん、頭の片隅に置きながら、まあ、つまりディベートを保育園でやるっていうのは難しいかもしれないんですけど、それをどうしてそういうふうに思ったのって聞いてみて、意見を自分で言えるようにしていくとか、あ、そうなんだって、あるいは子供同士でこう喧嘩したり、お互いに言い分があった時に、そこを整理しながらも、こういうふうに思ったんだね、あなたはこういうふうに思ったんだよねって。で、そうしながらも、なんか大人がね、よくあの、こう忙しい保育園とかだと、ごめんねはって言って、ごめんねって。いいよはいいよって言いながら子供が納得してないとかっていうのも、私結構初期の頃の保育園であって、これ何の意味があるんだろうなって思ったんですけどね。つまり大人の自己満足とかではなくて、子供が自分で納得いくまで話し合って向かい合って、でも相手の気持ちも受け入れながらも自分の思いを伝えていくことができるとか、そういうことも大事なところになりますよね。確かに確かに。その、はい、僕らが子供の頃、はい、まあ、受けた教育、まあ、それはその時代があるんで今いいとか悪いとか言うわけじゃないんですけど、はい、例えば僕が誰かを叩きましたと、はい、そしたら相手が痛くて泣きましたと、はい、で先生がそれを見ましたと、はい、そしたらあのなんでそんなことするんですかって言われて、なんかこうこうこうだからって僕は理由を言ったとするじゃないですか、はい、そうすると先生はあのだけど叩いちゃダメでしょうと、うんうんうん、でそれを教えるのに多分僕の手を叩くとかですね、なるほど、ねってみるとかして痛いでしょうと、あ、だからダメでしょみたいなことを、まあ、昔はやったと思うんですよね。昔やりましたよね、はい、でも今叩いたりはできないじゃないですか。虐待になりますからね。そうですよね、はい、でそれをどうやって教えるのかっていうと、やっぱあの相手の立場に考える、相手の立場にこう逆転して考える能力っていうのを身につけさせることが結構重要かなと思ったりしますけど、相手の立場に立って考えるとかっていうところで言うと、今、共感性のすごく低い子どもとか、グレー限りなくグレーで、もしかするとこの子そうかなって思うような子どもってのはいるんですね。その場合共感できなくて、ああ、もしかすると本当にこれは専門家の領域の話になるんですけども、あとは多様性を、でこれも本当に困るんですけども、やっぱ伝え続けるんですよね。けれどもあんまりそこでその子にどうしてわからないのかなって感じでやってしまうと、周りがみんなこの子は悪い子で先生の言うことは聞けないっていうふうに、こうなんか烙印を押されてしまったりするんですよ。そうするとこの子が本当にもしも特殊なものを持ってる場合に、誤解な印象を子供同士の間に植え付けちゃうことがあるので、多様性の話をするんですよ。例えば足が速い子もいれば、例えば絵が上手な子もいるよねって、うん、ナイナイちゃんはこういうところはすごく上手なんだけれども、もしかしたらちょっと人の気持ちを理解するってところは難しいところがあるかもしれないねって、うん、だからみんなもうまいところと下手なところ、得意なところ苦手なところがあるように、このお友達にもあるし、だけどいいところもあるから、みんなはそこを分かってくれるかなっていう感じで多様性の話をしていって、で
お互いにお互いのいいところとその苦手なところっていうのを受け入れ合うような場作りをしていくんですよね。そうしていくと子ども同士でも、あ、この子だからちょっと許してあげようかなとか、なんかこう言いつけで先生あの子ねじゃなく、お互い受け入れ合うっていう土壌作りになっていったりするんですよ。でそこがそのディベートの部分だったり共感できるできないってところで言うと、今実はそういうグレーの子がかなり増えてます。あ、そうなんですか。すごい増えてまして、私横浜の障害の研修にうちの部下をやらせた時に、ある園では7割グレーの子ですって言われたことがある。そこまではないけれども3割ぐらい気になる子がいるかなっていう話は現場でもしてたんですね。ただもう今も正直な話では、あの昔私たちの頃って養護学校があって、養護学校の手前で特別級があって、特別級って言っても、その例えば同じクラスの中にいてこの子は時々特別級に行くよっていう子がいたりしたと思うんですけども、実はもうその養護学校の時点で枠がいっぱいすぎて入れないんですって。そうなんですか。そうなんですって。なのでそこからちょっと難しいけどもっていう子が特別級に今は小学校の時点でいたりして、なのでこれまで小学校の中で特別級にいたような子が普通にクラスの中にいて、それも先生たちのその学級崩壊になってしまう一因でまとめきれないっていうのは、子どもたちの持ってる個性がこうちょっと収集つかなくなっちゃってるところも背景にはあるみたいなんですよ。もちろんその集団生活の経験がとかっていうのもあるんですけどね。だそういう中で言うと、これから先の未来っていうのは個性があふれてる子どもたちの個性を生かす未来であってほしいんですよ。特にその何ですかね、将来労働人口が減ってきます、私らも含めて老人が増えていきます。で働ける人少ない中で個性あふれてる子どもたちがすごい今増えてきてる。でそうなると今あるお仕事がなくなっていって、それこそこのお仕事ならできるよっていう人がやってるような仕事っていうところがもし機会になっていってしまった時に、これこの間その特別級とかそういうあの支援をしながら就職支援やってる先生とお話をした時に、あの子たちは今ね必死で就職先見つけてなんとかそれでも就労でつながっていくのがやっとなんですって。繰り返すっていうこととか社会に適応するってこと自体が難しいお子さん結構いるそうで、そういう中で機械がどん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 進歩していったら将来どうやってこの人たち暮らしていったらいいんだろうって言ってたんですよ。木村さんそれどう思います？そうですね、ねえ、まあ、確かにそう、はい、難しいですよね。そうなんですよ、ただこの、僕ら本当にその、はい、なんていうのかな、できることをや全力でやってるんだろうかっていう気がちょっと、はい、この例えばすごく能力があるのに、はい、与えられたところだけでうまくやって OK と思ってしまうんじゃなくて、なんでしょう、世の中全体を良くするために僕らが何をしなきゃいけないかっていうような、そういう、なんでしょう、はい、ビジョンというか、はい、をきちんと子供にうまく伝えることができれば、ちょっと今の40代、50代の人たちが考える社会の作り方とは違う作り方になってくるんじゃないのかなと思ったりしますけどね。切り分けした仕事ではなく、はい、社会の全体性を考えた上で必要な形に自分がなっていくっていうことですかね。と思いますけど、その例えばですけど、自分はたくさん給料をもらってるので仕事さえしてればいいと、はい、いう考え方の人もいれば、はい、この自分がこうして今生きているのは地域のおかげなのでって言って、はい、仕事と地域を同じくらいのレベルで考える人もいれば、はい、確かに逆にこの地域あっての自分だからって言って仕事よりもそっちを優先するとか、はい、人それぞれありますよね。ありますよね。だけどその本当は、はい、そうやって仕事を一生懸命やってくれる人がいるので、はい、地域で活躍できる人もいれば、はい、なんでしょう、その地域
そういうことをやってくれる人がいるので、はい、仕事だけやってても子供がちゃんと育つとか、なんかこうお互いいろいろあるじゃないですか。ありますよね。それをさっきの話 の、 その子供の、はい、なんだろう、を認め合う認め合わないっていうのも、なんか全部そういうことにも関係あるのかなという気が若干しますけどね。あ、いろんな人がいて、いろんな関わり方があって、はい、それぞれを尊重していくっていう、だから、はい、あの、なんでしょう、その共産主義っぽくなってきますね、なんかね、言ってることがね。本当の意味でそれが機能するならいいなとは思うんですよね。ですね。でもなかなか人間そうならないしね。でもどうなんですかね。ただ機械が入ってくると、はいはい、若干そうなっていくのかなとは思います。機械が入ることによって逆に人が生かされるかもしれないってところもあるんですかね。と思ったりしますけどね。あの、その残業時間、まあ、それこそ政府が進めてる働き方改革みたいなのが本当にうまくいくんであれば、はい、機械とかそれ IoT とかっていうところで、はい、外がこう簡略化されていったりする、あまあ、もあるのかなと思いますけどね。例えば、はい、あの子供さんがあの保育園入られた、あの来られた時に、はい、みんな一人ずつ何度かなってこう一つ一つ測ったりされる作業があったとするじゃないですか、はいはい、それがあのサーモカメラみたいなので、はい、子供が入ってくるたびにもうその人何度です、その人何度です、すごい。でもできるかもしれないですね。そういうの測る仕事自体はなくなりますよね。ああ、なるほど。そうするともっと子どもの表情を見ることができるだとか、ほう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 、それからあのそういう作業が減る分、さっき言われたような、はい、ちょっと注力しなきゃいけないお子さんにもっと注力できるとか、はい、ああ、なるほど。で、そういう意味で AI っていうのがこれからいろんなところで活躍するとは思うんですが、はい、あの常にそのまあ、できるかどうかはちょっと別としても、はい、何箇所かのカメラでずっと教室を撮っとくことによって、その先生が誰かに注力して困っあのやってる時に気がつかないところで何か起きてしまうっていうのを、はい、こういう時にはなんかトラブルが起きるよっていうのをコンピューターが自動で判断して怪しいぞって、そうそうそう気をつけてねって出すとかですね。なるほど。っていうのはあの可能、まあ、ある程度は可能。なるほど、うん、今ちょっとそうすると人間もっとできること増えますよね、はい、なるほどね。もしかするとそのグレーゾーンな子どもたちの苦手なところを機械に補ってもらいながら、その子たちの特技を生かしていくこともできるかもしれない、うん、ですね。あ、そういう形で発展してほしいですね。そうですね。今話聞くと僕もそういうのを作らんといけんなと思っていましたね。そうしてほしいですね。ねえ、まさ、私も実は小学校の頃、うん、なんか後ろ向いて喋ってばっかりいて全然授業をちゃんと聞かないから落ちこぼれになりますよって言われたんですよ。多分そのなんか学級崩壊の多分一員だったんじゃないのかな。私もきっとこういう気質なので、まあ、多分ね。でも昔はね、あのちゃんと前向けゴツンで済んだんですよ。でも今ちょっと時代が違いますからね。ですし結構こういう子多かったと思うんですよ、昔も。でも昔ほがらかだったのかな、それとも私は結構自然に溢れた環境の中でとことん遊ばせてもらったので、遊びの中でいろんなものを自分も獲得していったり、基地遊びとか、まあ、いろんなことやる中でこう達成感とかよしみたいな感覚をつかんで大人になったので、今実は自分が個人事業主やっててコツコツ構築していく仕事って、その基地作っていく遊びにすごい似てるんですよね。そういう感覚とかを子供たちにもなんか培わせてあげられたらいいのになって思ったりはしますよね。そうですね、確かに。そう思うと、うん、あれなのかな、子供たちに保育者とか教育者が、子供がそういう何ですかね、何かのルールを見出していくとかいう遊びだったり、何だろう、没頭してくるような遊びだったりとかっていうのを提供
ちなみに木村さん、どんな子供だったんですか？僕ですか？はい。僕、自分の好きなことに夢中になって、はい、好きなことをやってれば、はい、他の人に何言われても関係ないとか。それから、その代わり自分が好きなこととか、はい、自分が正しいと思ったことの逆のことを教えようとする人がいたら、はい、結構攻撃しましたね。ああ、態度で。なるほど。まあ、今思うとそれのおかげで勉強になったこともありますし、はい、逆の立場になって考えると、いや、迷惑かけたなって反省することもあります。なるほど。じゃあ、子供がやりたいって言ったこととか、なんかこう夢中になってることとかなるべく止めないっていうところ。確かに必要だと思いますね。大事なのかもしれませんね、やっぱり。それはそう思います。で、あとやっぱその中で失敗をするじゃないですか、はい、それを自分でカバーできるようになるのは当然なんですけど、小さいうちからそういう、こう、はい、トライアンドエラーをする恐怖心を減らしてあげるみたいなのはいいのかなと思ったりします。トライアンドエラーをする恐怖心を減らすっていうのは何でしょう。やってもいいんだよってことですか。そうですね。ただ、まあ、一線はあるにせよ、初めからやらないで、はい、例えばですね、今回とか今ユーストリーム流してるじゃないですか、はいはい、やらなかったら今こういう出会い、この番組もないわけですよね。ないですよね、まあ、でもやられたから、はい、こうして僕もこうお話をするような。そうですよね、まあ、でも世の中大半の人って、はい、そんなことしようと思ってもあれがあってこれがあってってこう避けるじゃないですか、はい、それと大人になってから急にそうなるわけではなくて、子供も多分そういうのをたくさん持ちながら大きくなっていくと思うんですよ。なるほど。ただ学校で、まあ、強制的にというかある程度こう教えられるので、はい、自分でその失敗しなくてもそこの失敗に行かないような教育になってますよね。みんながこれすると失敗するよって教えてるんで、失敗しない教育になっちゃってるじゃないかなってちょっと思いますけど、当然やらなければ失敗するんですけど。確かに、なんか失敗って、うん、私も部下の失敗を見てて思ったんですけど、はい、なんか私たちから見たら失敗であっても本人には学びでしかないっていうのありますよね。そういうのたくさんあると思います、ね、多分そうなんですよね。余計なこう根回しをして失敗を減らすっていうことは、はい、体験とか学びのきっかけを減らしてしまうことにもなるっていうかなとちょっと思いますね。もしかすると話がすごい脱線してるような気がせんでもないですけど、もう大丈夫ですよ。とりあえず1番目2番目3番目終わったんで大丈夫です。はい、そうか。でもそのやってみるっていうのは木村さんもすごい大事にされてることだっておっしゃってましたよね。そうですね。まずやってみないことにはわからないですからね。わかんないですよね。またこのインターネットがね、盛んになったことでやった気になっちゃうんですよ。情報が多いからね。会ったこともない人の批評をするとか、はい、そうですよね。全くやったことないのにどっかで聞いたことあるからって言ってそれはダメだって言ってみたりとか、あんたじゃないでしょみたいなところありますよね。そうですよね。ありますあります。ありますよね。なんかの記事で、私節約をしなさいみたいな記事の中で、はい、海外旅行に行ってる暇があったら、インターネットでたくさんの動画とかそういう写真が出てるんだから、それを見て行った気になりなさいって書いてる節約家の人がいて、って何言ってんだろこの人って思っちゃったんですよね。そんな、確かにそうなんですけど、どうしても行けないとかね、いいなって思う憧れとかはいいですけど、やっぱり百聞は一見にしかずですよね。そうですね、本当に。なんかそういうのって、はい、それこそやってみたんですかって聞きたくなりますよね。本当ですよね。はい、やってから言えって話ですよね、ちょっと驚きますよね。驚きましたね。その記事すごい面白かったのが、インターネットのニュース記事にコメント書いてる方だったんですけど、その旅行の話と、あと里帰りの旅費を減らしなさいとかいう、なんか4人家族で実家に何万もかけて帰るんだったら、
里帰りの回数を減らしなさいっていうのが節約につながるって書いてあったんですけど、それに対してすごいみんながコメントで、そんな心が貧乏になる節約は必要ないとか言って、お前の人生は何なんだって言ってすごいコメント書いてて、あ、みんなまともでよかったって思ったんですよ。ああ、なるほど。そうなんです、ね。ただですね、そこにちょっと僕が思うのは、はい、この人が多分主張しなきゃよかったなって思うぐらいで、その人そう思うならそうすればいい話であって、自分がすればいいだけなんですよね。そうそうそう。で、ターゲットはターゲットっていうか、その、はい、なぜそれを人に言いたいのかなってのはちょっとわからないんですけど、確かに結局お金を貯めるっていう目的の人からするとそうなのかもしれないですけど、お金を貯めることだけが全てじゃないと思ってる人からとおかしな意見じゃないですか。価値観ですかね、そこは。そうそう。でもそれも多様性ですよね。ただ多様性感、ね、ネットになると、はい、そのどの価値観の人もそれぞれの価値観で同じものを見てしまうわけですよね。ああ、確かにそうですね。で、たまたまその人はマイノリティだったのでそうじゃない人からたくさん攻撃を受けたけど、はい、その人からするとそれが正しい、そういう意見もあるんだろうなっていうところですかね。で、まあ、僕その記事読んでないので、はい、ちょっと何とも言えないですけど、もしその人がですね、はい、里帰りをする人を非難しなければよかったのかなと思いますよ、はい、里帰りするのは里帰りするのはいいけど、はい、もしお金を貯めるっていうことにフォーカスするなら減らしたらいいんじゃないですかみたいな言い方にすればよかったのかなってちょっと客観的に思います、ね。その提案としてっていう形でですかね。そうそうそう。いや、そしてそれでつまらないよって言われたら、もうそれはそれなんだけど、でもそれはただの意見なんでっていう言い方で終わるかもしれないけど、最近ネットの記事見ると他者を批判して自分の意見を通そうとする人多いじゃないですか。批判っていうのがなんかチクッとくるんでしょうね、きっと。ですよね。だけど普通に意見の一つとして述べるだけだったら、はい、確かに確かに。逆に批判する人が何でしょう、どうかなっていう話になりますよね。まあ、それは自分は採用しないよっていうのでそれで終わるっていうこともありえますもんね。ですね。うーん、そうそうそう。なるほど。なんでちょっと今聞いて思いましたね。はい、はい、それはあの、例えば、はい、僕が個人事業主になる時にも、はい、個人事業主になったら あんな苦労があるとか、こんな失敗をするだとか、はい、個人事業主やったことない人からいろいろ話聞いたりとか。あ、やったことない人が、あとくじけた人とかね、言いますよね。ああ、そうそうそう。なぜくじけたのかって、はい、まあ、考え方ですけど、その人くじけちゃったからそうなったんであって、はい、くじけなかったら今でも続いてるんじゃないかなと思ったり。ああ、なるほど。だからくじけるようなある出来事があったら、はい、だただの失敗の一つなので。なるほど。でも反省して次変えればなんとかなったかもしれない。体験の一つですもんね。ですよね。それを学びと捉えるのか、そう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 、シャッターを下ろすのか、いろんな人がいますけどね。そうですね。ただあの個人事業主で頑張ってる人で、はい、あの僕に個人事業主にならない方がいいよって言った人はいなかった気がします。ただあのできる自分のできることとか自分の力っていうのを、はい、生かすっていうところを後押しするのはやった人だったんですよ。あー、なるほど、うん、やってない人の批判も多かったですけどね。そうか。じゃあまず、ね、あれですね、教育者として立つ人も自分が常にチャレンジし続けるってことですかね、うん、あー、大切だと思いますね。子供のことを応援するって思った時に、うん、やっぱ大人がそういうチャレンジする背中を見せないと。あ、本当です、本当です。ねえ、大事なとこですよね。あ、と思います。あの、僕はあの IT なんで、まあ、どうしてもエンジニア目線、もともと IT もそうだし電気のエンジニアだったりもするんで、はい、エンジニアにちょっと年取ると2つに分かれるんですよ。はい。一つは自分はマネージャークラスなんで、はい、今から新しいことは大して覚えることはない。お、もう自分はもうこれから新しい技術を覚えるんじゃなくて、それは若い人にやらせると、はい、っていう人と、マネージャーとかにはなりたくなくて、いつまでも自分はエンジニアでいたいみたいな、こう2つがあるわけですよね。あ、なるほど。はい。で、得てして、まあ当然いい悪いもあるんですけど、若い人からするとエンジニアを突き抜ける人の方が分かりやすいじゃないですか。そうするとなんか憧れの対象にはなりやすいですね、そっちの方が。なるほど。はい。
疎いマネージャーよりも、はい、一線級で頑張ってる、同じ年齢でですよ、はい、あの一線級で頑張ってるエンジニアをなんか憧れる新人さんは多いのかなというふうには思います。同じ目線を共有できるからってことですか。そうですね、そうそうそう。なるほど。一番いいのは自分はマネージャーの立場でにもなりつつ、はい、新しいものはちゃんと学ぶみたいなのが多分ベストだと思うんです。ああ、いい背中ですね、それは。とっても。ですよね。はい。で、その意味で、はい、例えば自分が会社に入り始めた時って、まあ、例えば50代だったら30年前ですよね。そうですね。30年前の技術を一生懸命学んで、そのまあ、家庭はあるにせよ、はい、その部長になったからもうマネージャークラスなんて技術学びませんという人が、はい、新しく入ってきて今の技術を勉強した人と果たして対等に話ができるんだろうかと。あ、技術変わってますからね。ですよね。どんどん進化してますもんね。なんかそれって多分教育にもつながるのかなと思っていて、ほう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 、学校の先生が自分が子供の頃に習ったこととか、はい、っていうのをまるっと同じように子供に教えてもきっとダメだと思うんですよね。ダメでしょうね、それは。残念ですけど。ですよね。はい、それは親もそうで、はい、自分が子供の頃にこうだったからって言って、はい、それを子供に、例えばですけど、極端な例だと思うんで、いいか悪いかあるんですけど、例えば子供の頃に微分と積分を学校で習ったけど、はい、大人になってから使ったことがないので数学はそんなにやらなくても大丈夫とかですね。あ、体験から自分がそう思ったから。そうそうそう、はい、で例えばもっとあるのは英語教育みたいなのがどんどん進んでるんだけど、はい、お父さんお母さんは別に英語話せなくても普通に仕事をしてるし生活できるので子供も別にその英語を学ぶことが重要じゃないみたいなことをもしかすると思っとられる人がいたら、それ残念すぎますね。で子供が例えば英語が好きだって言った時に、その人たちは本当にどうするんだろうなとか思ったりしますよね。好きならいいですけどね、なんか苦手で大丈夫よ英語なんか一生使わないからとか言って言われちゃった時には危ないですよね。使いますからこれから先みたいな。ですよね、だって世界とやり取りしていくようになっちゃうんですからね。でそうした時に、はい、そういうのを受け入れて、例えば社会に出てからでも、はい、自分で英語は必要だと思って勉強する力がある子供に育てば、はい、それはいいと思うんですよ。確かに、はい、だけどいやお父さんお母さんがそうやってやってたし、はい、まあ、自分も苦手なんで、まあ、英語話せたらいいけど別に話せなくても困らないしとか、極端ですかね、例えが。困っちゃいますけどねでもそうですよね。なんか小学校4年生からでしたっけ、もう英語入るようになるってね。そうそうそう、なんで入るのかっていう感じを、ね、ちゃんと考えてほしいですよね、そこは。まあその勉強の仕方がどうかともかくとして、ですね。なのでまあなんかすごく話は戻るかもしれないですけど、やっぱ、はい、先生も大変だと思うけど、はい、大人が努力、総じて大人が努力する姿を子供に見せないと。そうですね、それが一番の教育かなと思いますね。大人が努力する姿を子供に見せる、常に進化し続ける。そう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 、もそうだし、はい、例えば地域のお祭りとかで、はい、あの若い人が、はい、そのお祭りをどんどん盛り上げようとする姿を見たら、はい、子供って憧れるじゃないですか。そうですね、かっこいいなって思いますもんね。そうそうそう、やっぱ大人がかっこよくないとダメですよね。そうですね、お祭りの話この間もしてたんですよね。ああ、そう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 、やっぱり身近な大人が子供に憧れられる存在であるよう努力する。そうですね、やっぱりお祭りも文化も継承していくっていう観点で言った時に、なんか若い人は全然お祭りを継承しないからとか言ってぶつくさ言ってる人よりも、うん、むしろあの楽しいから一緒にやろうって言って声かけてくれる人がいると、一緒になって、あ、なんか一緒にやったら楽しそうだなってなって、自然とそれって文化として継承されていきますよね。そうそう、だからあの例えば若い人はなってないとか言う前に、はい、こう来いよと、来いよと、そうそう、うちらのところ俺たちはちゃんとやってるんだ、若いとか言ってないでこっちにおいでよというような大人が
まあ、40代50代が、いいですね、増えると多分 IT 化されても大して困らないと思うんですね。なるほど、逆にそれが IT 化されても残るための大事なところなのかもしれないと思いますね。なんだろう、それ言語化すると何なんですかね。常に努力するってことですかね。常に努力する背中を大人も見せ続けることで、うん、その何のための努力かっていうと、世の中は常に変化してるからこその努力であると、うん、ですね。なるほどなるほど。で、そういう意味で変化を作るとかですね、ルールを作るっていう能力がやっぱ必要になってくるのかなと。なるほど、変化を作る。で、与えられたものを与えられた通りに従ってる人たちは、はい、機械とか、はい、コンピューターに置き換えられていく。なるほど、やらされじゃなくて主体性っていうのもそうですけども、うん、そのためには主体的な背中を大人が見せないと、うん、主体性は身につかないかもしれない、うん、という気がしますね。あ、社会が問われてますね、これ。そうですよね。ねえ、うん、なんかこう、はい、意識広げすぎたような気もしますけどね。でも大きいとこですよね、それは。そうですね。うん、多分僕もですね、あの努力をやめるとかですね、はい、それから、まあ、子供にだらしない、だらしない姿ってことはないかもしれないですけど、あんまりやってない、成長しない姿を見せると、はい、多分子供なんかは例えば部活やったりとか、あ、それから習い事とかでこう成長していくじゃないですか。まあ、当然できないことが多いので成長します、ね、早いんですよね、成長が。本当にそんな中、大人は、はい、なんか去年も同じだった、一昨年も同じだったみたいな姿をあまり見せるもんじゃないなという気がします。なるほど、愚痴が多くなるとかね、嫌ですよね。そうですね、確かに負けてらんないですよね。そう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 、うん、で、子供が憧れる存在であり続けながら、はい、いつの日か抜かれるわけですよ。抜かれちゃうんですよね。そう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 、絶対抜かれる。それでも抜かれちゃうんだぜっていう、まあ、抜かれた時に、はい、抜いた側も抜かれた側も、はい、感動するようじゃないですかね。かっこいい。何ですか、その抜かれちゃうのに感動するっていうのは。もう我が子が自分を追い抜いたかとかさ、感慨深いぞっていう。そうですよね。ああ。でもお父さんはいや負けないとかっていう、そういう気持ちをまた持ってて、負けてらんないぞっていう。そうそうそう、本当ですよね。全員がもしそんな船頭多くて船がねうまく進まないみたいなこともあるかもしれないですけど、はい、やっぱ家庭もそういう感じで子供を育てていかないといけないし。なるほど。で、先生とか例えば先生に文句がある大人親がいたら、はい、そうじゃなくて自分だったらこうするよとご建設的な意見を言えばいいわけですよね。確かにそうですよね。ね、それをお前はあれがダメだ、これがダメだって言ったんでは、はい、困るじゃないですか。言われましてもって、どうしていいか分かんないんですけどっていう。そうそうそう、じゃあ一緒に考えましょうよって言った時に、なんでそれは自分が考えなきゃ、それは自分の役目じゃないとかっていう人は結構いるんで。あ、いるんですね、やっぱり PTA やってても。あ、すいません、ちょっと責めたわけじゃないです。いやいや、でもね、でもありますよね。あ、会社でもあるし、あ、地域でもあるし。なるほど、確かに。まあ、そうだったらそうじゃなくて、やっぱみんなが常に努力をする、はい、で子供の見本になる、大事ですね。そうね、本当子供ってよく見てますからね。そうですよね、よく見てますし、一言一言覚えてるんですよね、あの人たち。そう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 、本当にびっくりするんですけどね。何年か後になってきましたね。そう、いや、覚えてたのそれっていうこと言いますからね。そうそうそう、逆に、ね、私も児童養護施設の時の子供と、はい、ずっとボランティアをしてて、小学校3年生から今21歳になったのかな。で、その子がやっぱりちっちゃい時に憧れていた介護に関するお仕事に就いたんですよね、はい、で、その姿を見てやっぱりなんかすごい感慨深いというか、あの子がみたいな、いろんなことあったのにとかって思って、で、頑張ってね、風呂の桶を担いで、風呂桶担いで老人の住宅に階段登ってってね、
入浴介護のお仕事してるんですよ。すごいなと思って、でその子がその大変だけどやめようかなって思う時もあるけど、仕事なんてどれも大変だからさって言うんですよ。来るみたいな、分かってるあんたはと思って、なんかそういうの聞いてると、なんかやっぱりもうこの子たちに恥ずかしい背中見せられないなと思って、頑張るぞ私もってやっぱ思うんですよね。そうなんですよ。で最近やっぱり自分より若くてすごい頑張ってる人ってすごいなと思う人がすごい出てきていて、多いですよね。多いですよね。そう思うとなんか学ばせてもらおうってむしろ思いますよね。そうか、もうなんか、悔しいとかいう次元ではなくて、あ、学びのチャンスなんだなというふうに最近は思うようになってますね。それこそ意識っていうところで、なるべく早いうちにですね、意識を作っていかないと、意識を作る。例えばなんですか何かにね。なりたいとかですね、私はこうしたいっていう、こう主体性を持つっていう意識ですよ主体性を持つって意識なんですね。ね。がないと、なんか言われたからやるとかいうのでは、例えば小学、いないかもしれないですけど、あ、いるかもしれないですけど、小学校1年生の時から自分はオリンピック選手になるんだっていう志を持って頑張る人と、そうじゃない人で差がつかないはずがないような気がしますよね。目的意識があるかないかによって人生の濃さが変わるとかそういうことですかね。もありますしね。それから何か自分がやろうと思ってる時に、あ、目の前に来たものが、それが例えば大きなチャンスだったとしても、それに向かって努力してる時にはそれが大きなチャンスだと気づくけど、そ努力しうてでなすいとスルーね。しちゃいますよね。チャンスとさえ認識できないでしょうね。むしろピンチというか、頑なん張っちゃいでけ面ない倒とく思っさて。いとかってなっちゃいますもんね。確かそれっにて確かに。成長を逃しますよね。大きく成長を逃もっしますよね。たいないですね。で、やっぱり大人がするできることとして、どうしたいのとか、どうなっていきたいのとか、子供の内側にある思いを引き出していくっていうのはできる大事なことかなというふうにも聞いてて思いましたね。後押ししてあげるといあうと、か。できるよ、やってごらんって。これ子で、供そだれけじを、ゃないですけどね。社そう会そう人もそう。そうですよね。ただそういう意味でトライアンドエラーをしやすい環境。ちょっと話がすごい戻っちゃいますけどトライアンドエラーってそういうところにもつながりますね、確かに。ね。ような気がしますけどね。当然、大きな失敗すると大変なことになるんで、ちっをちゃしいな失い、敗から。ちっちゃな失敗をたくさんしておけば、大きな失敗につながる前に学べる。いっぱいちっちゃい失敗できるにはどうしたらいいんでしょうね。小さな失敗をする。そうですね。トライアンドエラーをたくさんできる。大人も止めないってことなのかな。でも、止めないわけでもいかないのか。そうですね。なかなかそれも僕らもトライアンドエラーしなきゃいけないってことですかね。自分たちもどこまでならやらせていいのかとか、これまずかったなとか学びながらやっていくってことなんですかね。ですね。そうですね。大人も失敗しますし、またタイムラグがありますよね。その時は失敗だと思ってても、後々長い目で見たらそれが良かったとか、その時は何にも問題なくいったけれども、後々それがまずかったってこともありますよですね。確かに。ね。そういう意味でやっぱりいろんな人の事例を聞くってのも大切な授業かなと思いますね。なるほど。いろんな人の事例を、生き様を聞く機会を作るってことですかね。そうですよね。だから例えば、20代の人が40代とか30代の人の失敗談を聞くみたいなのが、昔はいいですね。ありますよね。で、
はい、まあ、お酒を飲むのが必須とは言わないですけど、はい、そういうので僕らだったら、はい、今だったらそういうの聞くとチャンスってこういろんな情報収集するチャンス、学びのチャンスだと思うんですよ。チャンスだと思いますよね、はい、だけどそういうのがチャンスだっていうことを知らされないで育った人たちっていうのは、はい、なんか時間が無駄なんだけどとか、いいです、そういうのプライベートでつなんでとか言ってね、そう、うるさいなとか忙しいんでとか言ってね、はい、すごいチャンス逃しちゃう。そうでもそれってその話そうとしてる人が悪いのか、それとも、はい、その子たちと今まで関わってきた大人が散々その子たちにそういうのを見せつけてきたので、子供がチャンスを失ってるかもしれないじゃないですか。可能性ありますね。まあ、複合的にいろいろ考えても、もっと僕らの世代が頑張らないといけんなっていうのはなんか結論のような気がしないと思うんだけどね。そうですね、なんか次の世代にね、いいなとか、やってもいいんだなとか、一緒にやったら楽しそうだなとか、そういう背中を見せていって受け継いでいくとか、でそういうのをその若い世代がまた次の世代に渡していくとか、あるいは子どもたちに伝えていってもらうとか、そういうことの積み重ねなんですかね。ですよね。ね、もう子どもだけではなく社会全体の課題でもありますよね。そうですね。だから、僕らって言ったら、まあ、僕のパターンかもしれないですけど、若い頃なんて恥ずかしいことだらけじゃないですか。そうですよね。で、可能ならば子供に話したくないようなことが山ほどありますよね。なるほど。だけど、まあ、あえてそれを話すとか、失敗談を話すっていう。そうですね。でもただ単に話すとうざいってなっちゃうんで、はい、ただそういう話をしてもいい場作りとか。どういうふうに工夫されてます、場作り。僕ですか、はい、僕子供をけなします。ほう、あ、こんなこと言っていいのかな。どういうことなんですか。そうですね、はい、だからダメだ、けなすっていうか甘いよってことですか。そう、パパなんかこんな失敗したんだぞみたいな感じですか。あ、いや、はい、だからダメで、これ絶対こうなるよみたいなことあらかじめこう予告しとくんですよ。で、多分こう失敗するだろうなと思うことが見えたら、はい、先にこうなるよって言っとく。そうすると大体その通りになるんで、で、バカだなって、うんうん、で、なんでそうなるか分かるのって、いや分かんない、お父さんはよく知ってるからみたいなこと言ったら違うよって、同じ失敗してるからだよみたいなことを話したりします。止めないけども、予告はして、そうなった時に実は自分もあったんだよっていうのをシェアするんですね。とかですね。ああ、でもそれだとね、こうけなされただけじゃなくて、なんだパパもって、でもそれなら先に言ってほしかったみたいに思うかも、私なら。ああ、その失敗なら先に聞きたかったとか思うかも。時に多分、はい、話してもいいけど、はい、それ話したってお前聞かないよねとか言うかもしれないですね。ああ、なるほど。だからな、それってただの一例であって、それやれば必ずうまくいくわけでもなくて、ね、まあ一つですよね。そうですね、こう、はい、話しやすい。で、うちなんかは共通の趣味を持つようには心がけてるんですよ。ちょっと違う話かもしれないけど、なるべくその同じ時間を共有する、はい、だから子供たちはすごい嫌がってましたけど、はい、僕空手をやっているので、はい、僕も空手の教室に通いながら、その教室に子どもたちも通わせると。で、そうするとそこにいる子どもたち、学校の子どもの友達を把握するのはなかなか難しいんですけど、はい、確かに。そういう習い事の場で共有するものがたくさんあると思うんですよね。共有できるようなことを増やしていくというか。ですね。ただ田舎だからできることっていうのはあるかもしれないですけど、はい、うまくいってる家庭を見ると、例えば自分はある競技をやってないけれど、はい、子供をスポー習い事通わせたことによって、はい、それを見るだけではなく、送り迎えだけではなくて、はい、そこでコーチのサポートをしたりとかしながら、知らない間に自分がコーチになったってたみたいな。で、子供はもう卒業していなくなったのに、
その地域の新しく入ってきた子を私が教えてるんですとか、自分が卒業せずにずっといるっていう。そう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 。なるほど、ありますよね。まあ、でもそういう人のお子さんって、はい、そうずってなんとなくうまい具合にやっとられるような気もしますけど、なんか自分を超えた大きな何かのために自分を使うというか、そう役立たせるというか、そういう姿を見せるっていうことも、もしかしたら自分の利害だけじゃなくて、目先の利害だけじゃなくて社会のためにっていう姿勢ですね。そういうのももしかするとそれこそ機会を超えた何かのためにっていうところにつながるんですかね。かもしれないですね。例えば僕 PT 館長やってますけど、はい、あの PT 役員をいやいややっとられる家が例えばあって、はい、いかに PT 役員っていうのを自分はやりたくないんだとか、それが嫌なんだっていうのを家で子供にお話しされてる親さんがいたら切ないですよね。その子が結婚して子供が生まれた時に、はい、リテール役員やりたがるかな、お母さんあんなに大変だって言ってたし絶対嫌とか思うでしょうね。そうですよね。で例えばそのそういう親さん、まあみんながみんなとは言わないんですけど、はい、子供が例えばみんなに慕われてて、はい、生徒会会長をやるとかってなった時に、はい、その親さんたちは後押しするんだろうか。どうなんでしょうね。で子供が自分は嫌だけど周りの人になんかすごい勧められるんだよねみたいなことになった時に、やったら大変だよってお母さんは言うんだろうか、お父さんは言うんだろうか、どうなんですかね。それとも名誉欲に駆られて生徒会長ならやった方がいいわよとかなるんですかね。でも自分は PT で嫌だって言うんですよねとか。わかんないですよね。どうなんですかね。いやそんな親さんはいないかもしれない。はい、まあでも往々にして保育園でも保護者会長さんとかなりたくない人の方が多いので、そうですよね、よくそこで手を挙げられたなと思いますよね。でもそういう方がいてくださるから縁がまとまっていくので、私そういうかっこいい後ろ姿を見ると子供も誇りに思うでしょうしね。だと思いますよね。まあだからそれもやっぱりその、まあ、だからといってやたらめったら役員受ければいいっていう話ではないんですけど、はい、あのそういう姿っていうのも子供に見せるべき一つの姿なのかな。で例えば自分が役員やって次の役員にうまく引き継いで、それがうまく伝わってるっていうのを子供に見せるのも、子供がこれから自分もやっていく中で引き継ぐっていうことの大切さを学ぶのかなと思ってますし。あ、なるほど。だからいろんな意味でやっぱ地域だったりその社会で自分が受け取るべき責任、はい、自分の責任と思ってこう主体性を持って活動してる人っていうのは子供にいい影響を与えるのかなと思いますけど、ね、責任に対して主体的に取り組んでいく、なんていうか、うん、主体性なんですね。あ、と思いますね。社会に対して主体的に臨んでいく姿勢っていうのが鍵になるのかなって今日ちょっと聞いてて思いましたね。あ、確かに。だからお祭りとかでもいやいやお祭りにみんなが参加してこうめんどくさいよなって顔してたらそのお祭りつまんないですよ。なっちゃいますもんね。だけどこう祭りだから盛り上げなきゃいけないんだっていう人たちがみんな集まってやると、はい、多分その祭り面白いですよね。そうですよね。だから社会も一緒で自分たちが生きてる環境なんだから大切にしなきゃいけないよっていうふうに子どもたちに大人が見せれば、子どもたちもこういうふうにするんじゃないかなと。そうですね。もう保育だか教育だけの枠組みじゃなく、本当に社会全体でそういうふうにやっていく、今まさにそういう時期に来てるんでしょうね。そうじゃないと自分の子供はね、機械に変わられる子供になっちゃうかもしれない。なっちゃうかもしれませんもんね。本当ですよね。ありがとうございます。なんかあっという間に1時間半が経ってしまいまして、すいませんでした。やっぱ楽しかったですね。雑談、僕らは楽しかったですよ。楽しかったですね。私聞いてる人たちにどんな感じを提供できたのか若干。あとはもう受け取った人の心に響く言葉があれば、一つでも何か響くことがあれば、やっぱりこれも主体性のお話にもつながるんですけど、何話してくれんのって思ってる人は何も受け取れないんですよ。ああ、なるほど。自分が何かを受け取ろうと決めて主体的に望んでいると、そこから自分に必要なヒントが入ってくると思うので、何か一つでもヒント
受け取ってくれたら嬉しいですね。あ、その通りですね。ねえ。はい。はい。この度は、松江からこちらにご協力くださいまして、どうもありがとうございました。山本さん、ありがとうございました。はい、すごい勉強になりましたし、楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。また、松江に行く際にはぜひ。ご連絡お待ちしております。楽しみにしております。よろしくお願いします。ありがとうございました。では、失礼いたします。はい、失礼します。失礼します。皆さん、ありがとうございました。